2014年11月10日、俳優の高倉健さんが亡くなりました。ユンさん、ほら、なんだかわかる？僕たちもほらちゃんとあってじゃないの。おめえもポペだべ。83年の生涯で撮った映画は205本。世間には映画スターとしての姿しか見せず、プライベートは頑なに明かしませんでした。しかしロケ先などさまざまな土地で出会った人々と触れ合い、自らの思いを伝え続けていました。16年にわたる往復書簡、隅々の方までみんな同じ気持ちで接してくださるんですもんね。もう本当にそのまんまの気持ちで、なんていうんですか、高倉健の気持ちっていうのがすごいですね。一枚の写真を介した被災地の少年との交流。このお手紙で、なんかそういう小さいことでも負けないでという言葉を思い出して、で頑張れるようになりました。最後の時まで手紙を綴り続けた高倉さん、その思いは人々の心に刻まれています。残された思いをたどるのは俳優柳楽優弥さん、25歳。わずか14歳でカンヌ映画祭の最優秀男優賞を受賞、世界を驚かせました。しかしその重圧に押しつぶされそうになった柳楽さん、高倉さんに道しるべを求めています。高倉健は俳優として、そして人間として人々の心にどんな思いを残したのか。それを肌で感じ、これからの俳優人生を歩みたい。高倉健の思いをたどる旅です。僕の旅は北海道から始まった。乗り込んだのは北海道を東西に貫いて走る根室本線。映画「ポッポ屋」のロケ地を目指す。僕がこの旅に出ようと決意したのには理由がある。あれ、しげるは14歳の時初めて出た映画でいきなり大きな賞をもらった。そんなのいらねえだ。やめてよ、触らないで。周りの大人たちからの期待に応えようと、僕は必死に背伸びするしかなかった。俺はできると、虚勢を張らなければ潰れそうで、尖り続けてしまった。20歳になって初めてのアルバイト、俳優辞めたんだと言われた時、本当に悔しかった。
必ず返り咲いてやると心に誓った。しかし俳優としての自分の器が空っぽだということに気づいた。本物に触れたい、本物たるゆえんを知りたい。僕にとっての本物、それが高倉健だった。空っぽの僕の器を高倉さんから得るもので満たしたい。映画「ポッポ屋」の舞台となった JR 生虎駅に降り立ちました。しかし仕事に一途なあまり家族の死に目に会えなかったことを悔やむ孤独な駅長。定年間近の彼の前に亡くなったはずの娘が現れます。家族を思い続けたポッポ屋に訪れる奇跡の物語です。ごめんな。ロケで使われた駅舎は今も実際に使われています。映画での駅名はホロマイ。地元の人々によって高倉さんの衣装や小物が大切に保存されています。16年経った今も年間2万5000人の観光客が訪れます。いい作品ってすごいですね。なんかいい作品を残さなきゃって思いますね、うん、机の上に飾られた高倉さんの写真には花が供えられていました。ここまで尊敬されたり憧れられる人ってそうそういないと思うので、その高倉健さんの人柄っていうのをちょっとずうずうしく聞いていきたいずうずうしく。なぜ高倉さんは亡くなってなお人々の心を捉えるのか。高倉さんの写真に花を供えている方を訪ねました。こんにちは、はい、柳楽と申します。あ、こんにちは。あ、こんにちは。お邪魔します。どうも、はじめまして、柳楽と申します。はじめまして、佐藤と申します。よろしくお願いします。佐藤恵子さん、撮影当時は婦人会の会長として毎日100人以上の撮影チームに炊き出しをしていました。佐藤さんが高倉さんと言葉を交わしたのは婦人会が作った郷土料理の芋団子がきっかけでした。みんなでね、くつろいでいたとこにね、うん、2階からトコトコトコと降りてきて、こうやっておばちゃんだしって、今日の芋団子どうしたの、塩辛くて食べられなかったよって顔こうやってこうみんなのこの中にこう突っ込んできてね、言うんですよね。いや、びっくりしましたね。相当大好き
だったんですね。大好きだったんですね。これなんですけどね、はい、高倉さんが完成した映画のチケットを送ってくれたのをきっかけに手紙のやり取りが始まりました。こうやり取りしてるうちにもう16年も経ったんですね。そうなんですね。高倉さんの手紙はいつも便箋1枚。しかし佐藤さんのことを思いやり考え抜いた言葉が並んでいました。佐藤さんが地元のアスパラガスを送るとこんな手紙が返ってきました。元気いっぱいのアスパラがたくさん届きました。いつもながらのお心遣い嬉しく頂戴いたします。天候不順が始まって久しいですが、お体大切に過ごされてください。必ずこうなんていうんですか、優しいお言葉を添えていただいてね、あのなんていうんですか、気持ちのこもった文章がね、いつもこれすごいです、すごいですよね。ある時心の病に苦しむ知人のために励ましの言葉をお願いすると、ポッポ屋の写真に添えて手紙が送られてきました。佐藤さんの優しいお気持ち伝わってきました。それならばと写真を選ばせていただきましたが、うつ病の方にとって頑張ってくださいという言葉は禁句らしいのです。悩みましたが写真に添える言葉が見つかりません。人を大切にするって言うんじゃなくて思うんですよね、うん、思ってるんですよね。なんか思うっていうね、すごいことですよね、うん、真剣に思ってくださるんですよね、うん、でないとこういう手紙書けないですよね。みんな同じ気持ちで接してくださるんですもんね。もう本当にそのまんまの気持ちで、なんていうんですか、高倉健の気持ちっていうのがすごいですね。こう素敵な方、なんかこうお手紙もこういうふうに人との思いを大切にするっていう、はい、ここを立つ前にもう一度駅を訪ねることにした。こんにちは。こんにちは。常に相手のことを真剣に思う高倉さんの姿勢、往復書簡を見て改めて自分を振り返った。僕はどれだけ人を思ってこれただろう。忙しかったりうまくいかないとき、人に冷たく当たってしまう。人を思うことを忘れてしまう瞬間は多々ある。人を大切に思う、それが生き様からもその姿からもにじみ出ている。本当に素敵だ。会いたかった。俳優高倉健は
いかにして生まれたのか。俳優としての第一歩を踏み出した東映東京撮影所です。大道具を収めた倉庫の中に高倉さんの足跡を伝えるものが残されていました。壁一面の木の札。昭和32年からこの撮影所で作られた全ての映画のタイトルが掲げられています。高倉さんはここで20年間に170本以上の映画に出演。中でも高倉さんをスターに押し上げたのは昭和残響伝、網走番外地などの任侠映画でした。死んでもらうぜ。仲間のために命がけで戦う男の姿に若者たちが熱狂しました。小杉のど根性見せてやる。大ヒットした映画はシリーズ化され、次々と続編が作られました。バザー、ここはずっと野原だったの、うん。東映時代の高倉さんをよく知る人がいます。映画監督の古畑康夫さん。高倉さんの翌年に入社して以来、遺作となったあなたへまで20本の映画を一緒に作ってきました。古畑さんは任侠スターとしての人気が高倉さんを追い詰めていったといいます。撮影は多い時で1年に16本、しかも同じような内容ばかりが続きました。虚しいとこがあったんじゃないかしら。それでやっぱし、東映の外へ飛び出て、飛び出なければずっとこの生活が続いちゃうんだなってことがあったんだろうと思いますけどね。高倉さんは45歳の時一大決心をします。東映を退社し、あえてフリーの道に進んだのです。決めたらそれをまっすぐ進むしかしょうがないと。何かでそれが壊されたら壊された時のことで、自分からそれを避けたり何かを避けたり何かするのは、単純に言えば好きじゃないねっていうことだろうと思うんですね。これより八甲田を一気に投破する。進め。そして挑んだ映画が八甲田山。旧陸軍の真冬の遭難事故を描いた大作でした。ロケ地の青森県八甲田山は冬の気温がマイナス20度にもなり、日本で1、2を争う積雪量です。高倉さんは3年に及んだこの過酷な撮影の間、他の仕事を全て断りました。経済的に苦しくなると、自分のマンションや車など財産を処分しながらひたすら撮影に打ち込みました。その時の覚悟をこう綴っています。フリーになった時、掛け持ちはしない。一本に精魂込められる俳優を目指すと決意した。
取り組んだその一本の成功がなければ次のオファーはないと覚悟したからだ。僕は高倉さんの作品の中で一番気になる映画のロケ地に向かっている。幸せの黄色いハンカチの舞台、北海道夕張。この映画で高倉さんからにじみ出ている空気が大きく変わったように僕は感じた。すごいじゃないですか。黄色いハンカチありましたよ。映画の中で夫を待ち続ける妻が掲げたあの黄色いハンカチだ。なんかいいですね。なんかいいですね。なんだろう。幸せの黄色いハンカチ。高倉さんは不器用ながら一途に妻を思う男の姿を演じました。その心にしみる演技が高く評価され、第1回日本アカデミー賞を受賞したのです。映画で夫婦が住んでいた建物が今も残っています。やっぱデートに来てる人が多い。うわマジっすか、すごっ。うわこんなに訪れてる。天井まで覆い尽くした黄色い紙、すべて訪れた人々が書き残したメッセージです。多くの人々が高倉さんへの感謝を綴っています。しかしロケ中、高倉さんは一途に妻を愛する姿をどう演じればよいのか悩みました。山田洋次監督と何度も繰り返した話し合い、そして一つの答えにたどり着きます。愛するということは、その人と自分の人生を愛おしく思い大切にしていくこと。高倉さんの演技に心を揺さぶられた多くの人々。幸せ、幸せ、幸福。愛する家族との何気ない幸せに思いを馳せます。高倉さんが映画に込めた思いが届いた証です。本当一人の男の人がここまで、もちろんその作品を通してなんですけど、これだけの数の人がなんか感じて感動して、
ここに来たいと思って何かメッセージを伝えたいって思わせる人っていうのは何かこうすごいなって思います。しかし今この場所は存続の危機にさらされています。原因は2007年の市の財政破綻です。主な産業だった炭鉱の衰退後、力を入れた観光事業の失敗で巨額の借金が残りました。人口が減り続け、今では最盛期の10分の1、1万人を割り込んでいます。すごく賑やかだったんですね。多分映画で見たような感じだったんじゃないのかな。そうした中、ロケ地を守ろうと立ち上がった人がいます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。佐藤学さん。8年前解体される寸前のこの建物を引き取り、地元の仲間たちと保存活動をしています。お邪魔します。失礼します。撮影当時床屋だった建物、高倉さんが息抜きに足しげく立ち寄った場所です。これ高倉健さんがこうシーンの前にセリフの勉強してたりっていう、ちょっとちょっと仕事の顔と違う様子が。佐藤さんは夕張が厳しい今だからこそこのロケ地を守らなければならないと考えています。でもみんながこう究極に思う幸福って、こう身近な人が健康で、はい、こう何もなくこうしてることが幸せなわけで、別にここに住んでる人もこうだと思って生きてないんで、なんかそういうようなこう意味で言うと、黄色ハンカチってそういう頑張るとか、はい、負けないとかっていうイメージもなんか、高倉健さんを中心としたこの映画のこう夕張に残してくれた財産を、こうなんかこう市民がこう守っていくっていうものをもっとしていかないと。誰でも家族との何気ない日常を意識することはあまりないだろう。でも本当は一番かけがえのないものなんだ。高倉さんの心の演技はその大切さを教えてくれた。高倉健さんへ、いつも作品を通してふとした日常を素晴らしい時間にしてくれてありがとうございます。これからもふとした幸せを感じられていますように。柳楽優弥。
これがケンさんからいただいた実質のお手紙ですね。あの頃はですね、まだホテル自体の中に自宅がありましたので、そこの私たちの住居の部分へ遊びに来てね、子供たちの相手をしたりね、そうしたことがありましたね。こたつの中へ入って家族のような形でね、話をしたり、おい坊主とかつってね、子供をかまらったりね、話でしたね。こうやって会話が途切れたりしますでしょ、ずっとなんか前を見つめてずっといらっしゃいましたね。帰りはもう車の中は声もかけないで二人で前を見つめて黙ってきましたね。その時にケンさん寒かったでしょ、寒かったなって言いながら、私の方からケンさんにとって今日は悲しい日ですね、その後の言葉がつなげないでずっと黙って運転してましたら、ケンさんがポツリと言ったことがあるんです。僕は好きだったんだけどなってポツッと一言おっしゃいました。ああいう方ですから口には出さないけど、私たちの部屋に入ってきて一緒にこたつで話したり、その時は全く冗談を言って笑ってるんですけど、私の子供を構ったりね、何かどっかにそういう家庭的な温かさったら何でしょうけど、憧れた部分っていうのか、自分もこうしたかったんだなというような気持ちがねあったんでないかなって。体温まる、寒い時はこれ一番じゃ。特攻隊の悲劇を描いた映画「ホタル」。70歳の時に公開されたこの作品、高倉さんが自ら企画しました。取材で問われてその理由をこう答えています。今この国には何かを守るために全てを捧げるという人がほとんど残っていないでしょう。しかしあの戦争の時にはそういう人たちがいた。その人たちが命を投げ打ってこの国があり、僕たちがいる。特攻を取り上げて美化したいのではないし、逆に戦争責任を追及したいわけでもない。昔国を守るために命を散らした人たちがいる。それが今では風化していきそうになっている。じゃあそれを
映画にしてみようと、そう思ったのです。鹿児島県の知覧特攻平和会館、高倉さんはここで何を感じたんだろう。18歳、壁一面の写真は特攻で亡くなった若者たち。彼らにも大切な人がいたはずだ。特攻する時とかにどういう気持ちだったんだろうなって思う。ホタルのロケ地、鹿児島県垂水市に高倉さんと思いを交わした人がいます。失礼いたします。こんにちは、ネギラギアと申します。はじめまして。ありがとうございます。ですか、カンパチの養殖を営む漁師篠原茂人さんと14歳になる甥の誠司君です。誠司君は生まれた時から高倉さんと深いつながりがありました。いいですか、お邪魔して、はい。これがあの我がの家宝って言いますか。すごい、これ高倉健さんがですね、実質の。へえ。誠司君の名付け親は高倉さんでした。ホテルに1日こもって名前を考えたそうです。この誠司は名付け親になったのは2人目だよっていう、この時点で逸話が新しいです。誠司、なんか呼びたくなります。すごい、高倉健さんが、あ、それ健さんがスタちゃんですね、送ってくれたんですか。はい。なんかとあったんですよ。嫁が大事に取ってましたよね。誠司君の誕生日には高倉さんからプレゼントが送られてきました。茂人さんの弟、和彦さん。和彦さんは映画で高倉さんに船の操縦を教えた縁で親しくなり、撮影中に生まれた次男の命名をお願いしました。しかし2年後、和彦さんは2人の子供を残し亡くなってしまいました。東京で会社勤めをしていた茂人さん、残された幼い甥っ子たちのために鹿児島に帰り、漁師を継ぐ決意をします。しかし茂人さんは船の操縦をしたことも養殖の仕事をしたこともありませんでした。皆さんに罵倒されて、でくっつか、しげとがでくっつかっていう話ばっかり何回も聞いてきましたし、最初本当無我夢中で、あ、血のみご二人で
俺守んなきゃっていうところで、本当味方と誠司っていう弟の子供がいたんですけど、こん二人の子のために気張らんならねっつって、今まで無我夢中で来ましたよね。借金がかさみ、精神的にも追い詰められた重人さん、苦しい胸の内を綴った手紙を高倉さんに送りました。なんか自分の中で一つの光が欲しかったっていうか、誰かシータタック、いや、このままでね、どうはこのまま続けてしまいそうな気がしてしまったので、シータタック食い合いっていう意味合いで笑おもすがったのかもしれないですよね。すると3日後、高倉さんから一通の手紙が届きました。人が受け止めなければならない人生の重みはそれぞれに異なり、乗り越えなければならない壁の高さも年によって変化します。どうぞ男としての人生の歩み方を残された二人に見せ続けてあげてください。背中を押されたので頑張らないですねっては思いましたけど、人生の歩み方をっていうところの諭しをいただいた時にはだよねって、口数いっぱいで諭すよりも、自分の後ろ姿を親子たちは見てくれてるんじゃろだいと思いながら、この家族を引っ張ってこかいねって。誠司君の目におじさんはどう映っているだろうか。重人さんは誠司君たちのためにこの13年必死に働いてきた。忙しい時期には誠司君も船に乗って出荷の手伝いをしている。小学生の時、誠司君は出荷の手伝いのことを作文に書いた。こっそり重人さんが高倉さんに送った。僕は急いでおじさんの仕事場に行く準備をした。仕事は魚を配る仕事だ。配っていると、まあ焦げなふっとか魚をありがとうと喜んでくれた。おじさんの育てた魚なので、その言葉が嬉しかった。自分たちのために仕事に打ち込む重人さんの姿はしっかり誠司君の目に焼き付いていた。覚悟って言い方なのか、腹をくくるとか、なんかそういうことって生きていく中で当然あって、いきなり大きな壁が目の前に現れたり、最終的には自分自身で決めていくのが人生。重人さんの姿はこの蛍という作品のテーマ、そして全てを捧げる人という高倉さんの言葉がものすごい似合う方だなと思った。僕が訪ねた地にはそれぞれそこで暮らす人々の生活のリズムがあった。
旅の間僕は毎日が幸せだった。一番大切に思うのは心ある人としての生き方、一つのことを貫く生き方。そういう人間は少なからず孤独な作業に命を晒している。その状況で揉まれに揉まれもだえ苦しんだ者だけが優しくてしなやかな心を持つことができる。80歳を目前に高倉さんの心を大きく揺さぶる出来事がありました。東日本大震災です。自分には一体何ができるのか。高倉さんは持ち込まれる仕事をすべて断り、1年近く自問自答を繰り返しました。そんな高倉さんの背中を押したのは一枚の写真でした。瓦礫の中、口をきつく結んで水を運ぶ少年の姿。そこから受けた衝撃を高倉さんはこう語っています。少年が絶対に負けないと全身で私に訴えてくるようでした。背中に蹴りを入れられた感じ、強烈でした。やはり自分にできることは映画しかない。高倉さんは映画あなたへの出演を決意しました。少年の写真を台本に貼り付けて撮影に臨みました。高倉さんの心を動かした被災地の少年、彼はこの時どんな気持ちで瓦礫の中を歩いていたのだろうか。うわあ、あれ、あの震災から4年。ここまで来たってことですか。大きな被害を受けた気仙沼の町を訪れるのは初めてだ。こんにちは。こんにちは。何してるんですか。何それ。クラゲ。スマホゲームで撮り物で。クラゲで遊んでる。いっぱいいるの。笑顔いいです。笑顔一番ですね。子供たちが元気でいいですね。写真の少年は中学校の校庭にある仮設住宅に住んでいた。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はじめまして、ヤギラリアです。松本海斗くん14歳。海斗くんは今家族4人、仮設住宅の一間に暮らしている。海斗くんに高倉さんから手紙が届いたのは中学校に入学する頃だったそうだ。私は常に被災地を忘れないことを心に刻もうと台本に海斗くんの写真を貼って毎日撮影に臨んでいました。遠くからですがあなたの成長を見守っています。
負けないで。僕もなんか負けないでという言葉が一番好きというか心に響いてて、なんかそういうこのお手紙がなかったらなんかすぐ小さいことで負けそうになったり折れそうなことがあったらすぐなんかやめ諦めたりしたとこがあったんですけど、このお手紙でなんかそういう小さいことでも負けないでという言葉を思い出して、で頑張れるようになりました。震災の時、海斗くんが水を汲みに行っていた井戸までの道を案内してくれた。はい、そこの階段を回って、ここにもなんか家崩れたとか崩れたりしてて、もう当たり前に感じたらなんかダメですね。なんか例えば送り迎えとかお母さんにやってもらうのも当たり前とかって思ったらダメですよね。ちょっと震災来て、でみんなが絶対負けないとっていう気持ちがあってから、こういう今のあれがあるって思わないとダメかなって思います、ね、そうだよね、当たり前とかね。今なら4分ほどの道のりも、震災の時は瓦礫に道を阻まれ倍以上の時間がかかったそうだ。どういう気持ちで来てたの？で今できることをやろうと思って。当時まだ小学生だった海斗くん、一日6回も水汲みに歩いた。海斗くんが一番好きな風景、それはあの苦しかった井戸からの帰り道に見える景色だった。前は本当瓦礫あって、でまあその時はこう 見てもなんかなんていうかあまり感じはなかったんですけど、今来てなんていうか復興してるっていう、なんかそういう頑張るぞという気持ちがなんか現れている景色かなって自分は思います。当たり前に見える日常、実は被災地の人々が築き上げた復興の風景なんだ。やろう。バスケット部のキャプテンを務める海斗くんの夢はプロの選手。注目されればふるさと気仙沼の現状を多くの人に知ってもらえると思うからだ。カイト君といるとこっちも全力で立ち向かわないと失礼な気がする。マジか、入んなよ。やばい。
お願いします。いや本当にありがとうございます。俺バスケ4回目とかだったけど超楽しかったです。みんな本当にうまくって、ただ俺絶対負けたくないから、一応ね、あれフリースローっていうの、はい、あれ一応勝って、ビリ誰だったっけそうそう、勝てた。だから絶対負けないで、これから頑張ってください。俺も頑張ります。ありがとう。よいしょ。負けない、その思いは人から人へ伝わっていく。高倉さんの背を押した海斗くんもまた高倉さんに勇気づけられていたように。旅を終えて再び俳優としての日常が戻ってきた。でも違うことが一つだけある。空っぽだった僕の器、旅で出会った人たちから高倉さんの思いが注ぎ込まれた。人としてとても大切な思うという言葉を強く感じる旅でした。みんながいて僕の今がある。そして僕自身も誰かの今の支えになっているかもしれない。僕も高倉健さんに習い、人を思い謙虚に、今この瞬間を本気で生きるんだ。そこに無限の前進が生まれるんだ。負けない、絶対に負けない。俳優高倉健が生涯貫いた人を思う。僕はその心を継ぎ、前へ進む。